はい、こんにちは、MBです。今日はゲストに来ていただきました進撃の皆さんです。よろしくお願いします。ちょっと一名一名できれば自己紹介いただいてもよろしいですか？はい、進撃のなんでも生が一番いい、いくがきもこです。なんていもこって呼んでください。いもこさんですね、はい、よろしくお願いします。お願いします。すげえエロワードがいっぱい出てきたような気がする。多分気のせいだな。名前です、名前。いもこさんですね、はい、よろしくお願いします。じゃあ順番に。はい、進撃のイケメンへのミカサエヴァです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ミカサさん。はい、進撃のオレンジ担当ティナです。よろしくお願いします。かわいいかわいいかわいい、一人だけ。あれ、おかしいぞはい、というわけで、進撃さんとはですね、コラボ配信しておりますので、概要欄の方からよければチェックしてみてください。今日はですね、MB チャンネルの方で男性のファッションについてちょっとジャッジしていただきたくて、はい、まあ実際ファンの方、男性の方も多いですよね。多いですよね。なので、男性のファンの方がおしゃれになるために、ユニクロとか GU で買える安くておしゃれなアイテムを今日は紹介しようと思うんですけれど、まあ、ただ紹介するだけだとあれなんで、あのアイテムごとに僕写真、コーディネートの写真撮っといたんで、ちょっとそれのダメ出し、まあありだったらありでいいですけど、はい、ダメだったらダメで、ここ直した方がいい、こここうだと好きみたいなことを言っていただけると、まあ、女性にはどういうのが求められるのかって僕らも分かるので、意見をいただければなというふうに思います、はい、じゃあ早速一つ目からいってみましょう。はい、一つ目なんですけれども、はい、こちらのコート、これ、これユニクロなんですよ。見えない見えない見えないよ。かなり高見えしますね。高見えするんですよ。12,900円、多分下に商品名出てると思うんで見てほしいんですけれども、ユニクロで出しているロングコートなんですけど、着るとこんな感じ。おしゃれですね。もう今こっち多分出てると思うけど、なんかどうですか？このボタンが隠れるデザインなんですか？そう、ボタン隠れるデザインなんですよ。前がボタン全部隠れてて、すごくシンプルに着れるんですけど、素材感もそんなに安っぽくないから、で、なおかつこれがいいのって、僕なんでこれをおすすめするかって、はい、大して何も考えなくてもかっこよくなんじゃねって思う。確かに。だってこれパンツ、ぶっちゃけセットパンツ。あ、そうなんですか、ね、そう、で、スニーカーだから、まあ、上もなんかセットみたいなの着てるから、パジャマにこう羽織ってもこんぐらいになるんじゃねっていう話なんですよ。なるほど。だから12,900円さえ出せば、とりあえず脱いだ時には知らないけど、とりあえずごまかせるっていう。脱いだ時になりますよね。そう、だからデートして、もしうまくいってお家とか行ったら、はい、最悪のことになるかもしれないけど、それが出てきちゃうかもしれない。そう、そこまではいけるっていう。なるほど、なるほど、なるほど。女性的にどうですか？ありですか？なしですか？ありです。あり？かもなく不可もなく。なんかあの身長によるって感じですね。正直、まあね、背のちっちゃい男の子だと逆に長すぎて重すぎになりそうな感じ。MBさんが来てこの丈だから可愛いけど。確かにね。って感じ。身長低い人が足首とかまで行っちゃったらね。そうちょっとやりすぎな。確かに。背が高い人ならありだと思います。いいですね、なんでそんな100点満点のコメントすごい。いもこさんどうですか？純粋にタートルネックが好きです。そっち、タートルネックが好きなの？そっちか。なんでタートルネック好きなんですか？なんでなんでですかね。でもニット系とかも結構萌えを感じるんですけど、なんか萌え袖とかあるじゃないですか。それを多分ここにも感じるんだと思う。タートルネック似合う人って結構輪郭が綺麗な人とかが多いから、そこが余計なんか映えるというか。なんか急にファッション専門家みたいなそういうコーナーだったっけすごい、なるほどね。ちょっと萌え的な、はい、萌え要素もあります。ヘチ要素が、寒いとか言ってこうやってやられると、いやちょっとあざといでしょ。あざといな。その男はやめといた方がいい。その男はやめといた方がいい。なるほど。まあじゃあ大体まあまあありなんじゃないかっていうところですかね。そうですね、うん、はい、ありがとうございます。まあこのコートをぜひチェックしてみてください。まだ多分ユニクロ在庫もあると思うんでおすすめでございます。はい、次行ってみましょう。次がですね、はい、次がチェックシャツなんですけど、クリスマスカラーですか？そう、クリスマスカラー。クリスマス、さすがだ、さすがだ、かわいいとすごいチェックシャツって結構ダサいイメージ、うんあると、そう、あると思うんですけど、なんかあのトーンがちょっと抑えてるダークトーンのところに本当にこうオレンジカラーがこうポイントで入ってるから、全部派手な色だとちょっとやりすぎだと思うし、あとダボダボだとちょっとチェックシャツって本当にダサっぽく見えちゃうんだけど、あのバランスよくこう綺麗なシルエットなんで、この辺割とおすすめなんですけど、ただまあ全面にチェックシャツって出しちゃうと本当になんかやぼったく見えることもあるから、まあインナーで使ってこんな感じ。あー、重ね、なるほど、すごい
ちょっと重ね着で、ただまあこれチェックシャツがないと本当に地味になる格好だけど、チェックシャツをこうはみ出すことでちょっとこうおしゃれに見せるというか、地味に見せないというか、どうですか、ジャッジ的には。コーディネートは大ありけど、アイテム的にはなしですね。あ、チェックシャツだ。自分は、チェックシャツダメ。チェックシャツ、そうですね、なんかやっぱりどうしてもこのギンガムって難しい感じじゃないですか。はいはいはい、あ、なるほど、難しい、なるほどね。チェックが嫌だ。斜めのタイプじゃなくて、しかもこう、あ、こうね、腰柄になってる。わー、ちょっと難しそうな。なるほどね。でもワンポイントで使うのは普通にかっこよくて。そうですよね、まあ脱がなきゃ OK って感じ。そうですね、脱がなきゃ OK、 脱がなきゃ OK って感じか。なるほど、確かに確かに。このぐらいのチラ見せぐらいだったら私も好きですね。うん、なんかこれ1枚だとやっぱちょっとお、シャツだな、ガラシャツ、なんかチェックシャツだな、秋葉原みたいなんですけど、まあ、こうやってシンプルなコーデの中に差し色みたいので入れるんであればめっちゃおしゃれだなって感じ。なるほどね、君いい匂いするね。ありがとうございます。ありがとうございます。いい匂いする。いい匂いって。ひもこさんどうですか。めちゃめちゃ人を選びそうだ。うわ、そうなんですよね。なんか元がおしゃれって知ってる人が着てたらすごいおしゃれに見えるのに、なんか突然じゃあ今までちょっとスウェット着てた人がこれを着出しても、あれなんかこれは本当におしゃれなのかなって、ちょっと迷っちゃう、迷っちゃうところがある。おしゃれな人がおしゃれとして着るならなんか完璧かなって思う。なるほどね。じゃあもうちょっとおしゃれになってから着てくれる。上級者です。上級者確かにね、難しいです、難しい、ちょっと上級者向けかもしれない。確かにあえてチェックシャツ選ぶって上級っちゃ上級かも。逆にさっきのコートとかだとね、うんうん、パンと買ってこう様になるかもしれないけど、うん、これいくらですか。チェックシャツは2990円。安い。でもじゃあ上級者第一歩として買うなら、ああ、なるほどね、色ちょっと慣れてきたら試してみようみたいな、うん、そうですね、2900円ぐらいだったらチャレンジもしやすいと思うし、そうですね、めちゃくちゃチャレンジしやすいかも。いいですね、ぜひ参考にしてみてください。続いていきましょう。次これ、おわ、こっちだ、靴、おお、GU の靴安すぎて、安い2990円。メンズでこの値段なかなかないですよ、ね、そう、メンズって高いじゃないですか。レディースはね安いのあるけど、メンズってほんと靴なんてどんな安くたって1万円切るのってなかなかないけど、ね、2990円で、しかも裏がスニーカーソールになってるから歩き心地めちゃくちゃいいんですよ。本当だ、革靴なんだけどスニーカーみたいな歩き心地っていうところで非常に使いやすくて、あと何よりなんだろう、あの、やぼったい着こなしをする男の子って大概靴が残念なんですよ。あ、なるほど。そう、なんか本当にいつ買ったのみたいな、小学校の時買ったのみたいな、薄汚れたスニーカー履いてたりとか。瞬足みたいな。そう、瞬足よく出てきた。瞬足とかなので、ちょっと靴こだわってほしくて、でも2990円だったらチャレンジできるかなっていうところでこちら選ばさせていただきました。で、着こなし的にはですね、着こなしにはこんな感じ。あ、いいですね。あ、なんかすげえ高評価。いいですね。よかった。めちゃめちゃいいですね。いい、めちゃめちゃいい。いいです。このトータルファッションがとてもいいです。ちょっと待って、さっきと明らかにリアクション違うんですけど、何がそうさせてるんですか。なんですかね、決まりすぎてない感じが。へぇ、あと黒スキニーが好きですね。あ、黒スキニーが好き。すごい綺麗めな感じがしてね。なるほど。ジャケットもいいと。いや、めっちゃいいです。これ全部がいいです。すごい。で、靴じゃないんだ。インナーファッションっていうのもすごい。靴の話しよう。でもちょっと足首が見えてるのがいいですよね。あ、ちょうどいい。なるほどね。じゃあこれで例えばイベントやってファンの人がこれで来ました、これはおしゃれな人来たら、めちゃくちゃおしゃれってなりますね。あんまりいないですか、ここまでおしゃれにしてくれる。そうですね、あんまりみんなあのグッズの T シャツみたいのをいつも着てくれてるんですよ。じゃあ逆にそのグッド T シャツ着てもいいけど、ジャケット羽織ってスキニー履いてこの靴履いてきてくれたら、あー、わー、確かになんかライブイベント以外の時に来てくれたら嬉しいですよね。握手会的なサイン会とかがあればね。もう多分次のイベントからみんなこれ着てますよ。全員これめちゃくちゃおしゃれ、本当に。でもリアルに前あのアイドルの子とコラボ配信をした時に、やっぱ男性のファッションありなしの話をして、その子が萌え袖のパーカーがいいですって言ったら、次のイベントから萌え袖のパーカー着てる男がめちゃくちゃ来たみたいな。ほぼ全員パーカーみたいななったんで、もしかしたらほぼ全員ジャケットになるかもしれませんけども、じゃあ今までの今3つ目ぐらいかな、コーディネートの中でじゃあ一番これが一番です。すごい嬉しい。
なるほど、やっぱりジャケットスキニーっていうシンプルな着こなしがメンズはいいみたいですね。ありがとうございます。普通にあの自分がその靴欲しいんですけど、そのソールが黒、うん、全部黒のやつと、うんうんうん、ソールだけ白いやつと今結構2種類あるじゃないですか、うんうんうん、ありますね。どっちがいいか悩んでて、どっちがいいですかね。あーなるほど。ソールが白いっていうのって、うん、結構おしゃれポイント高いんですか？そうですね、なんかこうこれでソールが黒だったら、うんうん、もう本当にザ革靴みたいになって、うんうんうん、仕事用の革靴みたいにも見られちゃったりするわけですよ。それが白になることでちょっと軽さが出るので、うん、なんていうか普段着のおしゃれ靴っていう風に見られるから、比較的こう合わせやすいのはこういう決めた革靴のデザインだったら白ソールの方がいいかもしれないですね。あと黒の方が正直足長くて背高く見えるんですよ、うん、全部こう一体化されて足の長さと一緒になるんで。なんだけど身長高いですもんね。高いですね。そうだったら白ソールでもいいかもしれない。なるほど、はい、しかも3000円切るんですね。3000円、ちょっとこれは本当に自分で購入検討。もう全然足のサイズが合うんだったら持っていってもいいぐらい。26.0 か 26.5 とか。あ、もうベストですね。ベストです。じゃあお賃金として。いや今日お賃金だ。はい、じゃあ続いていきましょうか。はい、最後なんですけど、いいっすね。いいっすね。ステップアップ。あ、めっちゃ好き。これはいい、これはいい、これめっちゃ好き。やっぱりジャケットとかセットアップとかが受けがいいんだね。いや、セットアップはとてもいいです。なるほど。しかもブラウンですか。ブラウン、ね、おしゃれ。そう、これ自由で上下で7000円なんですよ。マジで、やばくないですか。やばいっすね。めっちゃいい。上下で7000円。上下で7000円で、着こなしが こんな感じ。すごい、かっこいい。これは良いです。これは良い。はい、とても良いです。すげえいい匂いすんな。これいいですよね。そう、あ、やっぱりじゃあちょっとカッチリしてる方が女の子受けはいいんだ。絶対いいですよ。そう、私はあんま好きじゃないです。そうなの。かっこいいなと思うんですけど、実際なんか自分の近くに来ると緊張しちゃうからあんまり喋れなくなる。かっこよすぎて緊張するってこと。そう、決まりすぎてるのがあんま得意。自分の近くに来る人はタートルネックがいいの。燃え袖タートルネック、ちょっとスウェット生地とかがいいですね。逆にじゃあそんなにおしゃれじゃないぐらいの方が。そうですね、陰キャなんで。やっぱり、なるほど、はい、面白い。見てる分にはかっこいいなって思う。なるほど、実際来られるとちょっと逆に緊張しちゃって喋れないと思う。なるほどね、まあ人によるって感じになっちゃうからけど、はい。まあでも、なるほどね、おおむね高評価という感じですかね。生地がかわいい、ね、そうですよね、生地かわいいですね。生地がかわいい、触っていいですか。全然全然、これ7000円とは思えない。いや、購入検討ですよ、これもかなり。全部購入検討。全然もしかしたらお賃金として。お賃金かわいい。いや、こういうチャイがめっちゃ好きです、ね。うん、自分が着るのも結構好き、こういう茶系の色が、はい、なるほど。セットアップ初心者って黒とか選んで、うん、それスーツですかみたいな、うん、なりがちなんですよ。そう、だからこういうちょっとね、色味が入ってるものとか合わせてあげたりすると、うん、まあ多分買う方としてはちょっと勇気いると思うんですけど、うん、黒じゃなくて茶色って大丈夫かなと思ったりもするんだけど、まあ合わせ方もこんな感じでシンプルに白 T とかで合わせちゃえば、まあそれなりに決まると思うので、ぜひ試してみてください。かわいい、これマジでかわいい。はい、そんなわけで今日はユニクロ GU のちょっとマストバイ的な、これ買うととりあえずおしゃれになれるよみたいな話したんですけど、どうですか全体見て、メンズの洋服。プチプラでこのクオリティの高さの洋服が今もう普通に売ってるって考えたら、帰り道ユニクロ GU これ行っちゃいますね。行っちゃいますね。しかも最後のこのセットアップと靴を合わせたとしても1万、確かに1万ちょうど、確かにそう1万でちょうどだから、こんなおしゃれになるんやで。確かになかなかない。そうですよね。そう、というわけで、もしね、見てらっしゃる方で、まだおしゃれに興味がない、洋服、なんか何着ていいか分かんないっていう人はですね、ぜひ概要欄の方に今回紹介したアイテム載せておきますんで、もしあったらチェックしてみてください。はい、進撃の皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。MB チャンネル、普段はファッションロジック、豆知識、商品紹介などなど行っておりますが、美容の話やビジネスの話など、男性を総合的にサポートするチャンネルとなります。よろしければチャンネル登録と高評価お願いします。また、もしも見てしまう。すごい超早くて、すごい拍手が起きた。はい、OK です。ありがとうございます。すごい、すげえ。それほんまに7000円ですよ。かわいい。ほんまに7000円です。本当にかわいい。